どうもみなさんこんにちは。こんばんは。ナッツです。本日はワールドウォーゼットの動画になるんですけども、今日お話しさせていただきます内容なんですが、なんとかかなり苦労したんですけども、エクストリーム全制覇することができましたので、今回はエクストリームで苦労する可能性が高いマップと逆に比較的楽に突破できるマップっていうのをご紹介していこうかなと思っております。ただ、これにはちょっと運要素も絡んでくるかなと思っておりまして、 というのも、まあ、ちょっとしたクラス編成の部分だったりとか、あとはまあラッシュイベント時にトラップが豊富にある場合だったり、あまりない場合だったりとかっていうのが、えー、若干ね、運が絡んでくるところもあるかなと思いますので、その時々によって多少難易度に差は出てくるかなとは思うんですけども、まあ、そういった部分はまた別の話として、基本的に苦労する可能性が高いステージっていうのと、 全体的に見てまだ、えー、クリアしやすいステージっていうのをねご紹介させていただこうかなと思っております。よろししくお願いいたしますさあそれでは実際に、えー、苦労したマップからご紹介させてもらおうかなと思ってるんですけども、えー、先ほどもお話しさせてもらったんですが、えー、基本的には結構運要素が絡んできますので、えー、人によって苦労したマップっていうのはね変わってくるかなとは思うんですけども例えば、えー、自分の場合ですと。 本来、えー、苦労するであろう場所が、えー、運良く意外とあっさり行けたりとか、えー、逆に本来はあっさり行けるかなと思ってたところでつまずいてしまったりとかそういうことが自分の場合は非常に多かったです、えー、例えばなんですけども本来であればエピソード2のエルサレムに関してはめちゃめちゃ苦労するステージになっているかなと思います エルサレムに関してはどこも結構厳しいステージにはなってるんですけども特に2チャプタターー目、ここちらののガソススととろななんかかは特に苦労すす。るステージかなと思います自分の場合はたまたま運よくあっさり突破できてしまったんですけども全体のステージと比較してみてここは圧倒的に個人的に難易度は高いと思っておりますのでここは基本的には苦労するステージのうちの一つに入ってくるんじゃないかなと思います。 まエルサレムに関しましては、えー、チャプター1も2も3もどれもなかなか難しいんですけども特にチャプター2が、えー、危険かなと思っております、えー、続きまして、えー、モスクワですねモスクワの、えー、1ですねモスクワも比較的にチャプター2とか結構難易度が高かったりするんですけども個人的にはチャプター1でつまずきました ここは最後のイベントまで行ってしまえば比較的楽な部類に入るかなと思うんですけども難易度が高くなってくると道中のラッシュがすごい厳しくてゾンビを自分たちのいるところに上がらせてしまうと結構しんどくなってしまいますのでここもわりかし苦労するステージのうちの1箇所になってくるんじゃないかななんて個人的に思っておりますそして苦労するステージ3つ目なんですけども東京のチャプター3ですねここはかなり難しいかなと思います えーエルサレムのチャプター2に次いで結構ここも難易度が高いかなと思っておりましてというのもえここも最後のイベントまで行ってしまえばまあそこまで苦しくはないんですけども一番最初のイベントがとにかく厳しいですここもえゾンビを上に上げてしまうとかなり苦しくなってしまうステージかなと思うんですけども結構あの特殊ゾンビが湧いたりもするのでなかなかちょっと守りきれなくてやられてしまうっていうケースがね非常に多いかなと思います。 でですので基本的にえ苦労するステージっていうのはえ2の2エルサレムのチャプター2とモスクワの1そしてえ東京の3辺りが結構苦労するステージになっているんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、もちろんあの個人差はあると思うんですけども特にえエルサレムの2東京の3辺りはかなり苦労する部分になってくるのかなと思っております。 最高難易度エクストリームの中でも比較的突破しやすいかなと思うステージをご紹介させていただきますえまず最初に基本的にはエピソード1のニューヨークに関しましては、えー、どこのステージも比較的突破しやすいのかなと思っております、まあ、もちろんどのステージを取ってみてもこの場所はこういうふうに戦うと戦いやすいとかっていうのはあるにしても ニューヨークに関しては全体を通してみて比較的、えー、突破しやすいステージにどこもね、えー、チャプター1も2も3も割といけるんじゃないかなと思っておりますそしてまあニューヨークは全体的に比較的楽かなっていうところなんですけどもその次、えー、東京の1と2は比較的簡単かなと思います、まあ、いずれにしてもエクストリームってすごい難易度が高いので 簡単とは言っても相当厳しいんですけども他と比べるとこの東京のチャプター1と2そしてニューヨークの123はまだやりやすい部類に入るかなと思っております。ですのでまああくまでも個人的な意見ではあるんですけどもこれからエクストリームにね挑戦していこうかなっていう方がいらっしゃいましたら個人的にはまずニューヨークの123を埋めつつ東京の12をクリアして その次あたりにモスクワを全て突破してから、えー、東京の3と、えー、エルサレム残ったのを少しずつ崩していくっていう形でやった方がわりかかしこうモチベーションになながるんじゃないいと思います。もちろん最初に難しいところを崩してしまってあとちょっと楽をするっていう手もね、えー、ありかなと思うんですけども。 ずっと失敗続きだと精神的に答えてしまう部分もあるかなと思いますので、えー、個人的には比較的クリアしやすい、えー、ニューヨークの全般だったりとか東京の12たりから突破していくと割とこうモチベーションにつながってくる部分もあるのかなと思いますのでもしよろしければ参考になれば幸いですということで、えー、簡単にご紹介させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたしますそれではまた Bye-bye.